どうも影山です今日はですね、えー、必要なものは近くにあるということについてお話ししたいと思います。これはまあ僕のことなんですけども何かをこう無理やり追いかけていくとかそういうことをしないでもですね必要なものは自分のこう近くに、えー、身近にあるんじゃないかなというふうに感じております。えー、例えば人であったり、えー、人間ですね。 人であったりですね物物であったり情報情報であったりとかいうところでですねそのどうしても取りに行きたい情報とかがあればいろいろ動いていくことはあるんですけどもその結構ね身近にちゃんとこうあるんかなというのをこうよく感じますね。うん、だかから何かこう どういうんですか、ね、その新しいものをこう買いたいなという,うなこうな衝動というかそういうのに駆られることがあったとしてもですねよくよく考えてみると自分の身近なところにそれがもう存在しててですね、えー、別にその買う必要はないとか行く必要がない状態っていうところがあるんですね。うん、でこれもねそのだから んーどういう言い方がこう伝わるんか分かんないですけどもその無理やりですねその何かその流れに逆らってですねその人に会いに行くっていうことをする必要はないというかその会いたい何かがあって会いに行けばいいんですけどねなんかこう無理やりな感じで会いに行く感じっていうのがこうなんかねこう,うまくいかないというかそういう ことがありますねで,も,も,そうですし情報もそうですよね、うん、その自分の例えばそのいつも取ってる情報の中からですね自分の必要なものがこう現れてくるというそういう感覚ですね。ほんでこういうことがこうしたいなとかこういうことを知りたいなっていうのがですねなんかこう自分の毎日のルーティンの中でやって いる情報の取ってるものの中でですねそれが現れてくるとそれが必要なタイミングで現れてきてるんかなと思ったりもしてますほんで、えー、何かをこう思いついて何かをやろうとこうした時にですねそれがうまくいかないとこれ何回やってもそのうまくいかないっていうことがあるんですけども、それはね僕が考えるに今それをやるタイミングじゃないのかなと いいう,うに思いますまあまあ解決することができれば解決したいとは思ってるんですけどもそこまで必要がないから今うまくいかないのかなとこう結構ね手を返しなおかえ,えちょっとやってチャレンジしてみてもですねなかなかうまくいかないとそれをうまくいくまでやり続けるっていうのも一つの考えなんですけどもなかなか時間かかってできないことっていうのはねあの そのそこまで今やる必要はなくてもうちょっと後になったらそれがすんなりできるようになるそれ時にやるのがこういいスタート時期なんかなというふうに考えたりもしますね。それよりも今できることでそのこう結構こう集中してやれることっていうのがあってですねそっち側をやっていけばいいというふうに考えますね。だから こう自分の身の回りのものでこうやっていくことで、えー、いいとだから、えー、必要なものは身近にあるっていうそれを言い換えるとですね身近なものでやることがこう今自分に必要なものであるということも言えるかなだから人であってもその自分の今のつながりの中の人がこう結構その必要な人っていうかそういう大切な人っていうことになるんかなと。 でそれもですねちょっと連絡をこう軽く取ったりなんやかんやするとですねいろんなことが分かりますよねやっぱ反応してくれたりしてくれない方もおられたりいろいろいるんですけどそれがこうタイミング的に合ってるのかその方のね、まあ、器やったりいろんなことはあるとは思うんですけどもそういうことでですねやっぱりこういろいろありますよねほんで連絡を取ってみるとですねその人の反応によってあなんか俺 会いに行った方がいいのかなっていうふうに思ったりする人もいるんですね。ということはこういうセンサーが起きるということは会いに行ってもいいんかなというふうに考えたりしてます、うん。だからそれがこう必要な人と相手にとって自分が必要な可能性もあるんでですねそこは会いに行ってもいいかなと。で会うタイミングでなければですねその会わなくてもいいんかなと。必要でない状態であるんかな いうふうなで僕はそのなんかこうコンタクトを取ったっていうのは何かのこうえ流れでそれをコンタクトを取,取ることになってのその反応なんで何かをこう僕が察知してそういうことをしてるっていう可能性もこうあるんでですねその可能性っていうのはいろんなことがあるんでそういうことを考えたりもしますね。うんでうん、だから ものにしても情報にしてももちろんその何かをアクションを起こすと必要なものが出てきてそれをまあ買ない場合は買ったりするとそれはそれでいいんですけどもその結構そういうことをアクションをしない時に無理やり何かを買ったりとか情報を取りに行かなくてもですねえ自分の身の回りにあるもので何かこうやっていくことでこう,うまくいくようになってるんかなというふうに思ったりします。うん とということですねだからあのー、ちょっと話極端になりますけどその宝くじっってていいいうううのを買う必要はないんかなかことですねその無理やりその宝くじで例えば1,000円やったら1,000円2,000円やったら2,000円買うっていうのはですまあ夢を買うとか言いますよねそういう気持ちで買うんであれば別にいいんですけどもそれによってそのお金がこう自分のところに引き寄せられるっていうことはちょっと考えにくいかなと。うん と思いますね自分に必要なお金は今その今自分に必要な分だけは自分の目の前にこうある、えー、極端な変なことをしなければ、えー、地道にねいろんな活動をしていけば自分に必要なものはこう目の前にやってくるようなね、えー、そんな感覚です。で今週とかをこう過ごしていてい うーんその売り上げとかその自分が今日やろうとしてることとか、えー、休みにしようとしてることとかあれとあれが必要やなとかお金がこれだけいるなとか考えてるとですね、えー、そのぐらいのね売り上げがこう上がってくると大して、えー、大きな売り上げではないですけどもその必要1週間の必要な分の売り上げがちょっとしっかりとこう上がってきてるなというところですね。うん なんかそれが、うん、だからあまりその欲張らずにですねそのよくよくその身近なものを見てるとですねその必要なものは身近な身近にあるっていうことがこうよく分かります。もちろんそれが全部当てはまるわけではないですけども結構当てはまるかなと。それほんまにそのそこまでして取りに行かなあかんもんかっていうのがこう。 ありますよねそうじゃなくちゃんととこう現れてくるんかなと思ったりしてますただ僕がこう今週ちょっとこう連絡を取った人でちょっと一人ちょっと会っといた方がいいんかなとちょっとそれは僕が考えてた中を気持ちというかそのこうしようと思ってたことを破って会いに行く形になるんでちょっとその辺はどうなんかなとどっちを優先させる自分の その起きてというかこう考え方を優先させるのか何か気になったからそのやっぱ相手をね相手に会,会いに行った方がいいからこう会いに行こうとするのかもちろんお金の問題もありますけどもちょっとその会いに行ってもいいんかなと何なか分かんないですけどちょっとそういう感じがしましたまあそういう感覚っていうのは大切にした方がいい可能性があるんでえそこはちょっと。 まあ自分のまあまあ考え方をちょっと曲げてでも曲げるというかそのこの今回の場合どっちを優先人と自分の考え方相手と,と大切にしたい人間とその自分のまあずっと思っている考え方とどっちを優先させるか言ったらちょっと気になその大切に思っている人間の相手をちょっとこう優先させる気になるんであればそっち側を今回に限っては優先させて 会いに行ってもいいいかなとうふうにちょっと思っ思てます、うん、その辺は臨機応変にその絶対的に自分の考えを曲げないという、えー、形でいくとですね何かこう,うーん何かこう大切なものを失う可能性もあるんでねその時によってはですね、うん、やっぱあった方がいい時はあった方がいいんでそのということを思ってます。まあちょっと話それましたけどもね、えー、必要なものは身近に,身近にあると。 ということですね。だからあのー、身近なものでこう必要なものは出来上がるものがほとんどなんじゃないかなというふうに思っております。ということで今日は以上です。ありがで今日もよっしゃーでいきましょう。ありがとうございます。